皆さんこんにちは、証券ママです。今日はインゲンのめんつゆ漬けを作ります。お酒のおつまみや箸休めに止まらないほど美味しいです。簡単にできてすぐに浸かるので、ぜひ作ってみてください。とってもおすすめです。それでは材料です。まずインゲン豆ですね。これ 200g あります。これね、うちのインゲンなので、ちょっとね太いのや細いのもありますが、こんな感じで結構美味しそうにできています。それから生姜が 10g、 鷹の爪のこれ一つまみですね。鷹の爪のこれ輪切りになっているものです。それからごま油が小さじ1、3倍濃縮のめんつゆが大さじ3です。材料は以上です。はい、まずねインゲンですね。これ筋がねあるものは取るんですが、割とインゲンって筋があまりないので、こんな感じでね両端をねこうちょっと折って、こう筋がある場合はこれシュッと取れるので取ってください。はい、こんな感じにね両端をねこれね取り除いたら、これ今ね一度洗ってあったんですが、もう一度よく洗ってきました。そしたら茹でる前に今日はね半分のね長さに切ります。長いものはね3分の1とかでもいいです。今日はね切ってからね茹でますね。はい、こんな感じでね半分に切ったら茹でていきます。はい、そしたらお鍋にお湯を沸かしていただいて、お塩ね適量入れます。ちょっと今日は小さじ1ほど入れます。小さじ1ちょっとでしょうか。そしたらインゲンを入れて茹でていくんですが、これインゲンの太さにもよると思うんですが、1分から2分で茹でていきます。じゃあね入れます。あまりね茹ですぎると、今日はねめんつゆね後でつけていくので、シャキシャキ感がね好きな方は短めで、ほんと1分くらいでいいです。でちょっとね年配の方とか硬いようであれば1分30秒からね2分茹でてください。はい、今日はね私はねちょっとシャキシャキ感残したいので1分で火を止めます。そしたらザルに上げてきます。はい、このようにねザルに上げてね水気をね切っておきます。そしたらその間にこのタレの方というか漬け汁の方をね、これビニール袋の中で作っていきます。はい、まずね生姜をすりおろします。はい、それからここに調味料入れていきます。今日は3倍濃縮のめんつゆが大さじ3入ります。それからごま油が小さじ1入ります。はい、そして鷹の爪の輪切りですね。これ一つまみ大体小さじ2分の1ぐらいでしょうか。はい、そしたらこれね軽くこうやって混ぜます。はい、そしたらねあとはもうインゲン入れていくだけなんですけれども、まだねこれもしね水気がねこれ熱いのですぐ切れると思うんですが、ペーパーで軽く拭きます。はい、こんな感じでね、あまりね水分がこれちょっとまだ熱いので、これ気をつけてやってくださいね。水分がねこうあるとね、このタレというか漬け汁が薄まってしまうので、軽くでいいのでこれねインゲンの水分を拭きます。はい、こんな感じでいいです。はい、そしたらもうまだこれ温かいうちにね入れていきます。それの方が味が染みやすいので、はい、じゃあこれね一気に全部入れちゃいます。温かいうちにも全部入れました。はい、そしたら少し袋ごともみもみします。はい、こんな感じに全体に漬け汁が馴染んだら、ビニール袋をねなるべく空気を抜いて、この状態で冷蔵庫に入れて1時間から2時間漬けます。はい、それではねインゲンね、これ今日ね1時間ほどね漬けました。もう少しね2時間くらい漬けてもいいと思うんですけれども、1時間でも十分染みて美味しいです。じゃあねちょっと盛り付けてみます。
はい、こんな風に、ね、盛り付けたらこのね漬け汁が残っているのでこれも少しねかけると美味しいので、はい、これでインゲンのめんつゆ漬けの出来上がりです。とっても美味しそうにできました。はい、それではね、いただいてみたいと思います。こんな感じです。とっても美味しそうです。じゃあね、いただきます。はい、もうね、1時間でもだいぶお味が染みていて美味しいです。2時間くらいつけるともう少しお味が染みると思います。今日はね、これインゲン1分茹でただけなので歯ごたえがあってまだシャキシャキしていてとっても美味しいです。これね、茹で加減はこの豆の太さとか、あとね、年配の方とかちょっとね、歯がっていう方はね、お子さんとかもう少しね、1分半から2分くらい茹でていただいてもいいです。このまま冷蔵庫に入れとくとね、2、3日は食べられますが、ただだんだんめんつゆの味が濃くなってお味は濃くなります。でも冷蔵庫で2日から3日はいただけると思います。ぜひね、これ簡単で美味しいので、インゲンも茹でてマヨネーズもいいんですが、たまにはこうやって食べるととっても美味しいので作ってみてください。ごちそうさまでした。最後までご覧いただきありがとうございました。インゲンのレシピは他にもいくつかありますので、概要欄に貼っておくのでよろしければご覧ください。それでは皆様、また次の動画でお会いしましょう。証券ママでした。